はい、今ですね、まだ途中なんですけど、サービスエリアに泊まりました。って言ってもね、自販機のみと、あと、お手洗いがある、はい、サービスエリアなんですけど、今のポポちゃんの様子をお見せしたいと思います。需要あるんだ。ないですかね。そう、ないかなと思うんだけども、一応お伝えしていこうかなと思います。はい、今のポポちゃん、寝ております。貫禄がある感じがしますね。なんか OL の頃、こんな感じで居眠りしてるおじさまよく見たわ。窓際でこんな感じ。じゃあ、コーラン系っていう、ちょっとした観光名所だね。うん。知ってる。食べ物、いや、だからみんなに言ってんだよ、皆さん。あ、私にじゃなかった。私にじゃなくて。だから、食べ物屋があるから、もうお昼にしない。あ、いいね、コーラン系で。そう、あ、いいね。なんか蚊に刺されたっぽいですね。それ、私も蚊に刺されるとすぐ十字を作りたくなっちゃう。ポポちゃん、ポポちゃんが起きてる。起きてる。おはよう。あれ、いつ起きてたの？おはようございます。びっくりした。今グーグーに寝てたじゃん。びっくりした。もうちょっと待っててね。なんかこの辺にね、美味しいうなぎ屋があった気がするよな。うなぎ屋？うなぎ屋。どうする？どうしよう。ドトロ。ドトロ。ほら、うなぎって書いてある。あ、ほんとだ、もううなぎって書いてあるよ。ドトロ？ドトロ。あ、営業中だね。営業中だよ。え、どうしよう。ちょっと調べよっか。うん、ちょっと調べよう。ちょっとコンビニとかに一回止めたよね、ちょっと。コンビニも包丁先にないと。ない。あ、そうなんだ。うん、なんかすごいかっこいいセブンイレブンだね。京都にある。うん、うん、確かに。ちょっとトラックの影になりましたが。今コクンが検索してくれていて、この辺で一番美味しいところは川安うなぎらしい。うなぎ行っちゃうか。行っちゃう。特別特別。旅行だし。そう。基本ノープランなんだよね。うん、基本は目的地だけはあって。そう。その道中はもうノープラン。ノープランだよね。うん。コンビニでドリンク買えばよかった。あ、買ってくれ。また次でいい。じゃ次もない。あ、次ない。ちょっともう一回、もう一回ってごめん。じゃあちょっと行ってくる。うん。ポポちゃん。ちょっと待っててくれる？ちょっと待ってて。笑ってるから電源切れない。行きます。はい、お願いします。行きます。はい、お願いします。これがね、いつもココンと私のやりとりなんだよね。うん。わあ、自然だね、いいね。わあ、うなぎすごく楽しみ。見て、この、景色。川見て。川いいね。ポポ、川ちょっと見づらいね。見えないね、川ね。見たいね、川ね。その川ね。川ね。お外ね。もうちょっと我慢ね。あ、もうここ、コーラン系なの？そう。あ、そうなんだ。私、それさえも分かんなかった。あ、手打ちのうどんあるよ。いいね、手打ちうどんも。あ、でもさ、さっきのでもうなぎ気分になっちゃってるじゃん。なっちゃってね。あ、でも手打ちうどん気になるね。気になるね。うん。手で打っちゃってるでしょ。そりゃ手打ちうどんだからね。気になるね。ねえ。うん。あ、足利八幡宮があるよ。足利八幡宮が今左側にあった。全然取れなかった。足利八幡宮。足利八幡宮有名なんか、ね。これ私初めて聞いたんだけど。もうすぐあれだから。あ、コーラン系入る。コーラン系入る。あ、コーラン系って書いてある。うん、書いてある。ねえ。もうすぐ。うなぎもうすぐ。うなぎもうすぐ。私がものすごい興奮してるから。そうだね、ちょっと待ってよ。じゃあ一旦切ります。あ、うどんあった。あ、うどんだ。うなぎ右側にあるよ。うなぎ川屋さんある。うん、ある。騒がしい。やったやったー。そうだね。ポポちゃんは。そうだね。ポポは何にも楽しくない。カメラが気になるもんね。あれ、左側もうなぎって書いてあるよ。あ、違う、こっちは駐車場だ。で、ここ左だよ、左。あ、ここだよ。あ、残念なお知らせ。月曜日、定休日。あ、ここに来た。そうだね、ちょっと
ほほけきょってなってる。ちょっともう一回車に戻りまして、そうなるとやっぱりもう手打ちうどん、まああれだね、あのこれも旅の一環ですから、すごい、これは旅の醍醐味だね。こんにちは、あすけ。はい、結局あのうなぎ屋さんがお休みだったので、先ほどあの会話していた手打ちうどんのお店に戻ってきました。はい、座敷あってよかった、ね、よかった。テーブルだけだと思った。天ぷらそば定食頼みました。手打ちうどんなの。手打ちうどんだけど天ぷらそば定食頼みました。ペロペロ舐めてる。いいね、この景色がすごくいい。はい、天ぷらそばが来ました。ナルトの上にバサピが乗ってる。はい、いただきます。今また車を走らせております。さっきのお店、天ぷらそば定食、 あ、笑って680円だよ。いや、素晴らしい。すごいね。でさっきね、今ね、あのそばまんじゅうのお店があったら、あったから、ちょっと帰りに寄りたいなと思ってるけど、帰りに寄りたいと思ってたらもう寄らずに帰るパターン多いよね。セブンイレブンいい。あ、セブンイレブン大丈夫大丈夫。セブンイレブン、うん、でもコンビニがあるだけでちょっと安心するね。さっきずっと山道だった、ね、ポポちゃんは先ほどミルクを飲みました。いや、満腹だね。ヒラ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 。最近このガーゼヒラヒラ大好き。ガーゼヒラヒラヒラ。えと、稲部だ。あ、稲部、うん、懐かしい。懐かしいね。どんぐりの里稲部。どんぐりの里稲部。今通り過ぎます。うんうん、あったな。最近ね、ポポちゃんはね、あの寝る時間が少なくなってきたので、あの前は車の中にこれね、ベビーシ、ベビーじゃない、チャイルドシートに、あーと、あー元気だね。前はね、このチャイルドシート乗せたらもうすぐに車走らせたら寝ちゃってたけど、今はね、こうやって寝たり、起きる時間がやっぱり多いかな。ね、ね。いやー、今日はいい天気。私は能天気。それを期待してたんでしょ。うん。いや、スノーボード行きたいな。うわ、キラ飛んでる。キラ飛んでるばっか。本当だね。右方向。あ、芝桜祭り。6月5日まで。春の。芝桜祭り。じゃあ、ここポポが起きちゃう。ポポ起きちゃう。ポポこんな感じ。今、ね、あのちょっと前に寝たんですよね。起きちゃうから。本当。春の。芝桜祭り。じゃあ、じゃあこれなんだっけ、大トロ祭りが言いたかったね。もうこんなことばっかりやらされるんですよ、私。コクンがね、降ってくるんですよ、私に。うん、もうほんともう着くわ。あ、もう着く、うん、春だ芝桜祭り。違う違う違う、もう勢いが違う。そう、ちょっとやってみて。いいよ。うん、春の芝桜祭り。ちょっとさっきよりもさ、間違えた、気合入れたのね。入れすぎて全然舌が負けんかったね。ちょっと喉も痛いしね。それもまだね、あのポポちゃん眠っております。さっきさ、あのブルーベリー農園ポポっていうところがあって、あったね。もう行きたいなと思った。夜か。ブルーベリー農園ポポ、さっき見てたらね、芝桜のピークはちょっと過ぎちゃったみたいで。そうなの。そう、なんか土日は絶対混むだろうなと思って、で、コクンさんにね、なんかちょっと有給をこの日に取ってもらったんだけど、頑張った結果さ、頑張った結果ちょっと見頃すぎてしまった。見頃すぎてしまったっていうね。今駐車場代で1000円払ったんですけど、なんかね、右にね、クーポン券がついていて、なんかお店で使えるみたいです。 ね、300円分、しかも100円ずつ切り取れるっていうね。ナバナの里方式。ナバナの里方式ね。うん、ナバナの里方式。ナバナの里方式ね。ナバナの里方式ね。ナバナの里方式。春の。じゃあ、だって芝桜祭り。ちょっとぐちゃってなっちゃった。急に来たもんだからさ、ちょっと準備必要なの。そうな。うん。そうそう。の喉の調子をちょっと整えてから行きたいから。着きましたー。イエーイ。ポポ、パンダの帽子似合ってるよ。ここからはね、ビビーカーが。いけないみたいで、しかもあのびっくり、リフト乗らないといけない。そうでしょ。ねえ、ポポちゃんリフト乗れるかな？乗れるかな？パスリフトだね。ねえ。生まれて初めて。ねえ。パンダの帽子。
帽子すごく似合ってるよ。どこだ、あれ、どこ、ここ、これあの高原の美術館ってところに出てたんだけど、本日休館って書いてある。完全にここではない。まあ、なんか賑わってるね、あっち。あ、乗ってるよ、みんなリフトに。わ、お、まだまだあるね。あの上に行かないといけないんだね。とこれ難関ですけど、腰がやられる。坂道やばいね、これ。うわ、すごい急、ここ。じゃこれあのこの画面で見るよりもかなり急。急だね、そう。往復のリフト券買いました。わい、はい、行きましょう。なんかすごい草原がね広がってるけど、いろいろ食べ物とかあっていい ね。あのリフトに乗るんですね。あ、今乗っておりますね。コクンとボーちゃんが2人で。今私の目線はこんな感じ。あ、なんか久しぶりです、リフトに乗るの。スノーボードぶりですね。今からね、13分だそうです。ボーちゃんとコクンさんはちょっとズームにしてみよう。ドン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 。乗ってますね。おーい。てる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 。芝桜の丘へって書いてありますね。あ、もう見えてますね、見えてますね。あ、見えてる見えてる。あ、確かに緑のところも増えてきてるけど、鮮やかなピンクのカラーが見えますね。わー、綺麗。あー、お疲れ様でした。日も食べとる。ちょっと涼しいね。涼しいね。もう気持ちがいいけど今は、うん、ここが高い位置が一番綺麗なんじゃないかなと思った、ね、すごい。もうこの標高ね。そう、高いところまで来たねって感じ。このキャッチスポットって書いてあるんですよね。あ、確かに綺麗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 。確かに綺麗、なんかね、絨毯みたいになってる、うん、どうですか。いや、綺麗なんだけど10割の時が見に来たい。ちょっとね、まばらだよね今。そうだね、若干ね、うん、咲いてるところもあるんだけどね。うん、いいね、鮮やかな。うん、アイリが大好きな色じゃない。そうなの。ちょっとリスペクトしてこれにしたんだよね。リスペクトなんだ。リスペクト。すごい、ここなんか満開に見える。ここいいね、ここ綺麗。オータムローズだって。ね、そう、なんかすごい悩んでるジェラート屋さんがある。うわ、なんとなく食べたくなるよね。なるね。なんかアイスクリームとかソフトクリームって食べたくなるよね。ね、熱いしね。そう。わ、すごい。上まではちょっと行けんかな。そうだね、そうだね。わ、すごい、ここ。あ、撮影スポットとか。ほぼちゃん、綺麗だよ。かわいい。写真撮る？お写真撮るか、ここで。うん。うん、ねえ。見てるね、こっち完全に見てるね。風景はこんな感じでしたね。このリフトに乗って見える景色もすごく素敵。ちょっと一番上までは行けなかったんですけど、途中までは行けました。なんとか行きました。いや、でもね、これで6割だそうで、10割が見てみたい。これでも十分綺麗だけど、10割が見たいですね。だから10割ってなんか、そばみたいですけど。では今から下に降りていきます。今クーポンで五平餅買いました、ね、私五平餅大好きなの。そうなの。みたらしとか五平餅大好き。そう、なんかエゴマかこの味噌か選べるって言われたんだけど、それはもう味噌でしょ。味噌なんですよ。エゴマはちょっと邪道でしょ。あ、本当はでも分かんない。ここでは名物なのかもしれない。あ、そうなの。そう、ちょっと食べましょうか。ちょっと食べる。うん、いただきます。うん、もうちょっと焼いてもよかった。焼けてない。でも美味しい。うん、俺うるさいから。そうだね、ここに実家でも作っちゃうもんね。そう、おばあちゃんちも作ってるからね。え、手作り、うまいわ。うまかった。え、こんなもんだよ。あ、ほんと、なんかもうちょっと焼くもんだと思ってた。味噌うまいな。美味しいよね、味噌美味しいよね、うん、いいよ、たくさん食べていいよ、うん。すごいことを発見しました、帰り。
シャトルバスがあったっていう。気づかなかったね。あの行き全然気づかなくて、行きずっと下ってったから私もう帰り多分地獄だなと思ったんだよね。まあ私は大丈夫だけど、ここだったら各駐車場にシャトルバスが出てて、ね、10分間隔で。ねえ。ねえ。だったね。すごくあのあっという間に帰ってこれたここまで。よかった。ねえ、よかったね。ちょっと体力的に ね、ちょっとねきつかったよね。あのありがとうね、抱っこしてくれてずっと。はい、今帰り道です。ぼーちゃんお疲れ様。もうね眠たいみたいね。眠たいね、目がトローンとしてる。お疲れ様でした。私本当になんかすごく幸せだったよ。シャトルバスに乗れた時、帰りで実はすごくなんかどうしようかなってちょっと思ってたの、行きの時から。これずっと登るの帰りと思って。体力が必要だね。そこにさ座らなかったら気づかなかった。たまたまちょっとベンチに座ったんだよね。五平餅食べようって言ってね。そしたらシャトルバス出てないみたいな。そうだから今度行く時は遠い駐車場になったとしてもシャトルバスがあるから安心。ちょっと待てよ、シャトルバスは来るんだよその駐車場に。ね、勉強になった。そう、あとリフトで上に行かなきゃ芝桜を見れないってのを勉強になった。意外と時間かかる。そうだね。10分ぐらいは。そうだね、13分って書いてあったよ。うん。なんか片道券と往復券っていうのを売ってたんだけどさ、片道で買う人いるのかなと思って。あれ上行ってそのまま帰りませんって人いるのかなと思って。はい、行きにですね、ちょっとこれ帰りに寄ろうって言ってたそばまんじゅう寄ります。それでね、ポポちゃんが今ねぐっすり眠ってるので私一人でちょっとね買ってこようかなと思います。よいしょ、あよいしょ。なんかね、そうそう、これここにね、そうそばまんじゅうって書いてあったんですよ。ちょっと行ってきます。はい、今買ってきました。松月っていうお店で、創業160年だって。160年。ねえ、すごいよね。何年か。あの小大正とか。なんかね、あのそばまんじゅうも売ってたんだけど、あのなんかふくふく餅っていう、なんかもうふく餅じゃないの、ただのふくふく餅っていうのがあって縁起良さそうだなと思って。くくん小豆好きだから小豆とあと抹茶のふくふく餅買ってきた。帰ったらお茶入れて食べようかな。はい、はい、あれからですね帰ってきまして、もうみんな悟空死んでる。死体みたいな人だけど。あ、そうだね、お疲れ様、ありがとう、ねえ。でもポポちゃんも下も履いてないもんね。汗だくだったもん。汗だくだったね。はい、こんな感じであの我が家の一日は終わります。まだ残ってることがあるんじゃないでしょうか。そばまんじゅう。そばまんじゅう。そばまんじゅうね。ちょっと後でお茶飲んで、食べたいと思います。はい、ということで今日も動画見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね、ももちゃん、バイバイ。はい、ありがとうございました。ちょっとゆっくり休みたいと思います。はい。でん、でん、そばって書いてある。そばでん、そう、これふくふく餅めっちゃあるじゃん。と抹茶のふくふく2個ずつ買ってた。でん、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 私そばまんじゅう食べる。じゃあ僕さんどれ食べる。このつぶあん。つぶあんね、絶対それだと思ったもん、だからそれ買った。いただきます。お、はい、なんかすごいお米の粒々が残ってる。このあ、ほんと、あのお餅の周りにお餅が、そう、はい、うん、どうですか、あのあんこマニアとしては。お餅美味しい。あのね、うんうん、周りのこのもち米も美味しい。あ、ほんと、なんかちゃん 100% は餅になってないんだけど、うんうん、粒が残ってる感じで、おはぎみたいな感じ。そうそうそう、それは美味しい。よかった。、うん。
私たちに買った唯一のお土産だからねこれ。そばまんじゅうだね。そばまんじゅう。そばまんじゅう。ふくふく餅とどっちが美味しい？ふくふく餅。あ、そうなんだ。うん、食べたい。はい。はい、ありがとう。おお、おうん、思ってたのとちょっと違った。なんて言ったらいいんだろう、粘り気っていうのかな、粘り気がある。なんかちょっと言い方がうまくないんですけど、うん、うん、でもあんが美味しいね、すごく、うん、あんの香りが、うん、今日の疲れ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。